はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。今日はこちらですね。ダブル装填デラックスガチャコンキースラッシャーです。仮面ライダーエグゼイトのダブルアクションゲーマーが使う武器ですね、うん、レベル10と20、はい、早速開けてみましょう。よいしょ。こちらがガシャコンキースラッシャーですね。はい、結構クリアパーツで各部できてて綺麗、うん、いいね。ここオレンジ、青、黄色、そうだね、うん、それでモードボタンが3つありますね。はい、ガン、ブレード、アクス、そうだね、この3つのモードですね、うん、で真ん中がキーです、うん、でトリガーがここにあるんですね、はい、で今回は特に変形はしません、はい、ブレードはここ使って、ガンはここ使って、アックスはここ使う。すごい大変、ちょっとやりづらいよね。でトリガーはここだからね。ガンは一番大変だね、うん、ちなみに単4電池2本入れますね、うん、では電源を入れてみてください。はい、おー、いったね。今この状態はブレードなんだって、うん、まずトリガー引いてみましょう。おお、結構すごい威力。なるほど、すごい。じゃあ一回ちょっとモード変形してみましょう。はい、じゃあアクス、うん、でトリガー、すごいねすごいね、結構。次はガンやってみましょう。はい、ガン、トリガー引いてください。はい、結構なんかいろいろ持ってるよね一回ジョーンじゃなくてジョンジョンジョーンってかではスペシャル攻撃やってみましょう、はい、スペシャル攻撃やるときは最初にモードを選んでキーを押して、もう一回モードを押して、はい、って感じですね、うん、じゃあで好きなボタンを押すんだね。うん、いいよ、ずいぶん押した。でここ押せで、トリガー引く。ガンでやってみて、うん、で凄いじゃあパパアックスやらせて。そんな驚くすごいそう、強そうな音が、強そうだね、うん、音はすごい強そうですね、うん、はい、それでは必殺技いきましょう。はい、マイキーブラザーズ WX ガシャット、あ、をまず起動してください、はい、ゲームスタート。そしてセット、セット、ダブルガシャット決め技で、マイキーブラザーズ VTR ゼリー。おお、こっちから鳴ってる、すごい。なるほどね、これ両方からなりました、うん、すごいいい感じだね、うん、でガシャット取るときはこのボタンを押しながら抜きます、はい、じゃあついでにガシャット2本差し巻いていきましょうか。はい、このマイティーアクション X と激突ロボッツをダブル差し、うん、ダブル差し2本差ししてください。はい、せーの、おお。ロボッツアクションって言ったね、ちゃんとね。うん。ゲームスタート。今度こそエーシンを片付けてやる。仮面舞ちゃん、レベル10。これで、エイシンくんを今度こそ倒す。なら、でも。ドーイ変身、
分裂しやがった。九条キリアの武器で始末してやる。ガシャコンスパロだから俺も自分の武器でガシャコン必殺だ。やるか。くそ。うわっ、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 じゃあ俺が交代するよ。何、ま、もう一度行きやがったな。危ない危ない、危ない、危ない、ちょっと待って。そろそろ必殺技来たわ。では必殺技で決めてやる。俺も。フレー。